Google Nexus Nexus One Nexus One は Google 社が販売する Nexus シリーズ初のスマートフォン。Android OS を搭載し、Google がソフトウェアをハードウェア設計や製造を HTC が担当している。2010年1月5日にアメリカとイギリス、シンガポール、香港で販売開始。iPhone の対抗製品として話題を集めたが、自社サイトでのオンライン販売を中心にし、上記以外の国からの購入を拒絶する限定的な販売方法にしたため、販売台数は伸びなかった。2010年7月、Google はオンラインストアを閉店して、Nexus One のオンライン販売を停止した。なお、開発者向けのレファレンス端末としての販売は継続されている。オペレーティングシステムは Android 2.1 を搭載し、2011年2月23日に 2.33 へアップデートされた。2011年9月に最終アップデートの 2.36 が提供された。アメリカ国内のみの統計で、販売台数は1ヶ月で約8万台、74日で約13万5千台であり、競合製品と比較して低調である。もっとも、Google 社自身は発売後3ヶ月の時点で、Nexus One の販売事業は単体ですでに黒字化しており、その影響力に満足しているとコメントしている。Nexus One という名前の由来については、SF 作家フィリップ・K・ディックの1968年の小説、アンドロイドは電気羊の夢を見るかに登場するレプリカントである、Nexus 6とする説が有力である。このことから、Nexus One は単品のブランド名ではなく、Nexus 2、Nexus 3と続いてゆく、Nexus シリーズの初号機であるという認識が支配的であり、Nexus One 発売直後から、Nexus 2をめぐる様々な報道がされている。しかし、Google の CEO、エリック・シュミットは、デイリー・テレグラフのインタビューに対し、Nexus One の後継機を販売しないと答えている。しかし、実質的な後継機種として、Google Nexus S がある。ありがとうございます。